はい、じゃあ続きからやっていきましょう。前回はこのラジオでいろんな世界に飛び回って、で、ここの扉を開けることができたんですけど、じゃあここからはこの扉の先進んでいきたいと思います。何が待ち受けて、ああ、またこの部屋か。うん。そして、おお、なんだ。中庭の舞台の上。いや違う、これ行動の舞台か。そんな感じですけど。で、これはもう一人のレイさん。はい。そんだけ？特に何もないのか。他に調べれそうなものは？ないぞ。ないぞ。なんだ？これ左側に行けば違うマップに進むとかなのかな？このステージから降りるみたいな感じなのかな？いや、これ以上進めないな。来た道を戻ることもできない。あ、何かアイテムを使うのかな？紙飛行機。紙飛行機を使う。おぞましい色をたたえたグラス。溢れ出す腐った人の匂い。壁に皿が叩きつけられ、響き渡る父さんの怒鳴り声。一応紙飛行機であってはいるのか。長い暴言、やがて闇、取り残された母さんの泣き声、かつての互いにいたわり合う、優しき憩いの場はどこへ。そして今、毎夜苦しみ眠りゆく、毎朝苦しみ目が覚める、毎日毎日繰り返され、苦悩は際限なく深く。ちりぢりに砕けた私、バラバラに見慣れた世界を映し出す、絶望の川、その水面で浮いては沈み、ただ漂う。詩的だな。詩的というか、まあ、詩なんでしょうけど。で、次は、またここで違うアイテムを使うのかな？これ？これかな？違うのかな？なんだ？これ、調査記録みたいな、これ。はい。これ使える？何も起こらなかった。じゃあ、鹿のペンダントは？ああ、済んだ。あなたに会える。その時は背中に羽が生えているよう、眩しいネオンの木々の間を夢見心地ですり抜ける。私は一羽の小さなヒバリ、可憐な花をかすめゆき、優雅な蝶を追いかけて、愉快な気分であなたのもとへ。舞台に立つのは運命だった。舞台が始まる遥か前から、その手が触れると心が安らぐ。その腕で抱いてもらえたら、あなたのささやきに耳を傾け、吐息を互いに感じ合う。私の広げた手の中へ歩いてきた白い鹿。なんという予期せぬ幸福。なんという定めのルテン。なんという。ああ、この鹿を永遠に手放したくない。すごいな。これもともと中国語での詩だったと思うんですけど、日本語に翻訳しても、めちゃめちゃ語感がいいっていう。すごい翻訳だな。で、ここで、これかな？はい。終わりは突然やってきた。冷たくあしらうあなた。凍てついた空気。日の光すらもう溶かせない。凍てついた私の体、私の心。脈打つたびにひび割れる。惨めな孤独が、再び襲う。私が我が家と呼ぶ場所で、私が学び家と呼ぶ場所で、私はただの歩く死体。残されたのは疑念に満ちた喪失感。あ、そして消えた。もうアイテムないもんな。で、このドアはどこに続くんだ？何？チャン先生、ごまかさないで。チャン先生ってやっぱあの先生のことなのかな？イン先生、そんな大声を出さなくてもいいでしょう。これで真実が見れる。落ち着いていられますか？どういうつもりです？相手はまだ子供ですよ。ああ、バレたんだ。レイさんと、やっぱあの男性がチャン先生、映画館に一緒に行っていたのがチャン先生で、二人でデートしちゃってるっていうのがバレちゃったっていうことかな。っていうわけではないのかな。子供、同じ年の自分、僕はもう留学していました。いや、そういうわけではなさそうだな。別にデートがバレたっていうわけではないのか。あの子は十分成熟している。知りたいことを知っていいはず。だからって、危険な道に巻き込むつもりですか？正しい道へ導いてあげるだけでいいんです。あなたの抱擁など、あの子は必要としていません。僕たちの個人的問題です。ほっといてください。ほのかな声に酔っているだけでしょう。私たちのことはどうするんです？私たちはもう同じ船に乗っている。忘れたわけじゃないでしょう。何なんだ？まあでも、イン先生もこの、チャン先生っていう人も、
人ともやっぱそういう結構危険なことというか、この時代的に、時代背景的に危険なことをしようとしていたっていうか、そういう思想を持っていた人物ではあるのかな。反国心じゃないけど。これは今何を見てる？いろいろ思い出してきたのか。ああ、これイン先生か。おう、なるほど。辛い記憶。私の魂はバラバラに砕け散る。欠片をつなぎ合わせようか、すべてを忘れてしまおうか。あやふやに目を開き、私は不毛の世界を迎え入れる。おう。まあ、あんまり半然とはしてないけど。この人は誰？これ現実っぽいな、ボロボロの学校、うん、この廃れっぷりはなんかそういう異世界に飛ばされたような廃れ方じゃない気はするけど、これは誰？あれ？これ終わっちゃわないよな。まだあるよな。動ける？あ、動けるな、うん。で、またこの行動にやってきたけど、さっきのおっちゃんは誰だ？用務員の、何先生？カオ先生だっけ？なのかな、うん、この辺うろつくっていうことは、ここに作業着かけているカオ先生ぐらいなのかな。あー、まあ、とりあえずこの扉入ってみるか。うん、おー、なんかいる。セーブポイントもあるな。うん、君は？私たちの命が消えても罪は残る。私はあなた。でもあなたは私ではない。あなたがこの世に縛られているのは罪のせい。記憶はまるで鏡のように、魂の真の形を映し出す。苦痛に満ちた世界で。ファンレイシ、あなたが最も恐れるものは。え、これは、全部は選べないよな。うん、あなたが最も恐れる、命を失うことっていう感じではないような気はするけど、うん、自分自身を失うこと、家族を失うこと、どうなんだろう、自分自身を失うこと。人は皆生まれた時から自由だと信じて、自分の道を歩く強い意志を持って、恐ろしいのは本当の自分を失うこと。あなたは私。うん、おー、セーブポイント消えちゃったけど。どうすな。ああ、これ、もう一人の自分が今度は動けるようになるのか。はい。ああ、なるほど。ここでバトンタッチできんだ。ええー、これ、何なんだ。こっちのレイさんを動かしてるときは、いわゆる現実世界的なこっち側の世界観で、こっちにバトンタッチした場合は、異世界の中を歩き回るみたいな感じになるのかな。で、それで何が変わるのか、とりあえずセーブしたいから通り過ぎますね。うん、まあ、ここでバトンタッチはできるみたいなんですけど、とりあえず何もせずに、あ、これ調べれそうだな。何もせずに、うん、うろついてみましょうか。他にも何かあるかもしれない。これは？ん？え？何？あ、なんか音がするだけか。何か起きてる？何も起きてない。何だったんだこれは。また調べれるけど。あ、でももうここは調べれないのか。何なんだ、よくわかんねえな。うん、まあ、とりあえずこの辺、ここは出れないのか。この辺まだ調べれるものがあるかもしれない。うん、この辺の落書きとかも意味がわかったら怖いみたいな。やつなのかな。あのメガネのちゃんがチャン先生っていうことでいいのかな。なんか見覚えのあるキャラクターの絵があるけど。あ、でも他に行けそうなとこないな。何もなさそうだな。え、じゃあもうバトンタッチするしかないのか。じゃあバトンタッチしちゃ
あのメガネのおっちゃんがチャン先生なのかな。だとしたら、レイさんはチャン先生に結構恋心を寄せていたじゃないけど、親しそうにしていたけど、でちょっと前にあのウェイ君と二人で読書会をするみたいなシーンがあった時に、最近イン先生とチャン先生仲良さそうだけどみたいな、おお全然違うとこ来た、仲良さそうだけどみたいなことを言っていたっていうことは、レイさんはイン先生に嫉妬していたというか、イン先生を妬んでいたのかなっていう風にも捉えられますけど、これは最初のあのウェイ君が意識を失ったあの場所に似てるな。ただ別の階にも行けそうだな。上の階から見てみようか、ここも入れそう。不思議な力によって扉が開かない。不思議な力じゃどうにもなんねえわ、ビクともしないからな、この手のやつで不思議な力が働いているときは力ずくで開けれそうとかそういうんじゃなくて、もう完全に空間に固定されてるからな。あ、この奥は入れる。3階といえば補導室があった階ではありますけど、おお、君は誰なの君は誰？レイさんのお父さんとか。あ、ここも入れる。じゃあこの先にレイさんの影がいたりする。今までの傾向で言うと、希望のかがり火も次第に衰え、もはや風前のともし火。あ、これは？あ、これ読書会なのかな。読書会のメンバーは別にレイさん、ウェイ君、イン先生の3人ではなかったっていうこと。本の内容にはみんながいつも考えていることを ことと相反する部分もあるでしょう。しかしこれらの本を読むことで思考を深め、自分で考える力を育てることができるはずです。さて今日はこれくらいにしましょう。みんな念のためにもう一度確認しておきます。読書会のことは誰にも言わないこと。さもないと会のみんなも自分自身も大きな危険にさらされることになる。ウェイ君、一つお願いがあるんだけど。はい、イン先生。新しい本のことですか？これがウェイ君ね。みんな似たような見た目してるから判別がつかない。もうチャン先生にリストを渡しました。運送会社の援助はもう望み薄なので別の方法を探るとのことです。あーってことはチャン先生がその読んではいけない本っていうのを取り寄せていたのかな。でそのリストっていうのはその読んではいけない本注文リストみたいな、そういうものなのかな。政府はあらゆる輸入規制を強化している。この読書会ももうじき終わりにしないといけないかも。ってことはこれレイさんもともと読書会のメンバーではなくって、さっきのチャン先生とイン先生の会話っていうのはレイさんを読書会に招き入れるかどうかっていう話をチャン先生としていたっていうことなのかな。イン先生、どうしてこうなってしまったのでしょう。ごめんねウェイ君、私にもどうしようもない。それともう一つ注意してほしいことが、そもそもチャン先生は私たちに本を渡したことなどない。そうですよね。ふふ、さすがウェイ君ね。頼りにしてるわ。まあ、うまいこと口裏を合わせて隠蔽しようとしてはいたのかな。まあ、でもあの感じ見ると、イン先生は割とこっち側というか、読書会に肩入れしている感じはありますけどね。だからまあレイさんの個人的な恨みでイン先生が悪者だって決めつけていた感じはやっぱりあるよな、ずっとその本当にイン先生が悪者なのかどうかっていうのは引っかかっていたんですけど。開元期の亡命者、故郷での埋葬かなう、陰追犯女子は、開元令時代に指名手配された政治亡命者で、ああそうなんだ。彼女は運よく逮捕を免れ国外脱出に成功。長年ブラックリストに載っていた。亡命後は世界中で人権や表現の自由を訴える活動を精力的に行ったが、肺がんのため50歳でその、ん？あのイン先生のことではないな。イン先生本人これ。どっち？イン追犯ってイン先生だよな。肺がんのため50歳でその生涯を閉じた。彼女の最後の望みは故郷に帰ることだった。戒厳令撤廃により、その望みは実現する見込みである。なるほど。イン先生が亡くなったっていうのは別にレイさんが現実世界で手を下したっていうわけではないのか。あ、で、ここはもう出られないな。
さっきのはもう普通に、うん、資料として扱われているっていう感じか。なるほど。まあ、てっきり読書会のメンバーがウェイ君と、レイさん、それからイン先生、その3人だけだと思っていたから、うん、その読書会のことがバレて、一斉にいろんな人が、いろんなたくさんの生徒たちが、その捕らえられて、殺されてしまうっていうのが、そこに結びついていなかったんですけど、でも読書会のメンバーが結構いたんであれば、お、これは2人目か。読書会のメンバーが結構いたんであれば、別に読書会がバレたからたくさんの生徒が殺されたっていうのもわかるし、さっきフラッシュバックのシーンであった大勢の生徒がなんか護送される感じのシーンもあったけど、あれも単純にみんな読書会のメンバーだったっていうことなのかな。前に見えるのはあなたの過去へと向かう道。でも目の前の道は崩れている。さあ歩いて、影のようにどこまでもついていくわ。あ、これバトンタッチしたら、ああなるほど、ここに進めるようになると。で、これは現実っぽい雰囲気あるけど、まあ、何が現実で何が現実じゃないか分かんないけど、でももう他に調べれるとこはないのかな。下の階とか言ってなかったけど、一応確認だけしてくるか。はい、下の階はそもそも行けないのね。あ、じゃあもう先進んじゃっていいか。はい、じゃあバトンタッチして先進んでみましょうか。で、この先にも何かその読書会の過去が知れるようなことが起きるかな。ドアノブが壊れている。これでは入れない。あ、じゃあどうすんのん？キーアイテムとかあったか。もう一回やっぱ調べた方がいい。ちゃんとこれバトンタッチした状態でこっちは、あ、出れるのかなんだ。じゃあ、おー、中にいるちゃんと窓越しからでも見れるんだ。これ上の階はいけそうになるな。とりあえず下の階いけそうですけど、うん、この階か。おー、ついてきてる、本当に。ついてきてくれてる。ここ入れる？入れない。あ、もう一人いるな。うん、もう一人いるが、他に入れそうなとこないかどうかだけ。開かない。あ、この感じだともう全部開かないかな。うん、先にこれ調べちゃおう。はい。引き戸に有刺鉄線が巻いてある。おー、これいつぞやの自分。かな。いつぞやの自分だよな、うん、すぐ近くの過去、うん、すぐ近くの過去のあのレイさんを見てんのか。なるほど、いろんな時空のレイさんがこの世界に共存している今、うん、じゃあ下の階行ってみよう。これは1階か。1階っぽいな。さっき2階って書いてたよな。いや、これ2階か、どっちだお、またレイさんいる。こんな時に電話なんて誰からだろう、うん、これもそうだよね。一回見たやつだよな。うん、でもここ中庭に続くドアないな。そして何もない。ん？何をすりゃいいんだ？もう一回入ってみる？さっきの影いないけど。うん、バトンタッチもできなくなって。もうこれ、ああ、ここにいたの。うん、はい。入学した頃思い出して、情熱に溢れていて。学校のあらゆる活動に参加し才能を発揮して、同級生や先生の注目を集めてた。でも家があんなことになって、羨望の眼差しがいやらしい好奇の目に変わった。あなたが選ぶの。ああ、ここでまた選択肢か、うん、さっきの選択肢もセーブしてから選べばよかったような気はするな、うん、逃げ出す、うん、見ないふりをする、嫌だけど抗わない。え、でもなんかレイさんは嫌だけど抗わないみたいな、それ選びそうな気はするけど。ああ、そしてこの先に行けるようになると、うん、何も返事してくんなかったな、さっき選択した後。ここは生命のない場所、思考すら、弔われる。ん？ああ、これあれか、読んじゃいけない本、読書会の。で、これウェイ君ひょっとして。一冊残らず徹底的に燃やすんだ。名線を添えるのを忘れずに、うん、ほんの1ページでも読める状態で残っていたら意味がない。なあウェイ、お前イン先生と仲いいよな。亡命するために夜逃げしたって噂本当か。わからない、先生は学校を離れるなんて一言も話してくれなかった。ああ、じゃああのニュースは
まあ、そりゃそうだろうけど、うん、考えてみりゃそりゃそうだろうけど、あのニュースっていうのは、うん、読書会云々のこの話があった後の話なのかな。僕たちには院先生と違って逃れるのを助けてくれる人なんていない。怖くないのか。まあいいか。それより気がかりなのは読書リストがどこから漏れたのかってことだ。それはこれ以上話しても無駄だ。僕だって見当がつかない。さっさと終わらせよ。捕まりたくはないからね、うん、その情報を漏らしたのが院先生かなとは思っていたんですけど、その真偽もまだ明らかにはなっていないな。ああ、そして祠がある、はい、これは判決、破けた判決の 紙、地方教職員チャン・ミンホイおよび生徒ウェイ・チャンティンを筆頭とする生徒グループは共産主義勢力を組織したため有罪とする、うんうんうん、チャン・ミンホイ、あ、チャン・ミンホイってあるか、チャン先生か、チャン・ミンホイは死刑が相当である。ウェイ・チャンティンは 反体制的思想に有する禁書を読み共産主義勢力に通じたため懲役15年とする、うんうん、なるほど。ちょ、神々で申し訳ないまあ真偽はどうかわからんが、院先生がその読書リストっていうその情報を漏らしたがゆえに、おお、またこれは誰だ漏らしたがゆえにチャン先生もウェイ君も死ぬことになった、他の部員たちも死ぬことになったっていうふうに今のところレイさんはそう思っているのかな。で、そしてその疑いっていうのは、うん、自分が好きだったチャン先生が院先生と仲良くしているんじゃないかっていう、そういう疑い、そういう疑念由来でそういう風に思い出したっていう感じなのかな。さっき行けそうな扉あったけど、このおっちゃんについて行ったら全然違うとこ来ちゃったけど、あ、これ女子トイレか。